皆さん、大阪維新の会代表の橋本です。これだけ多くの皆さんにお集まりいただきまして本当にありがとうございます。まあ、堺市長選挙終盤にもう差し掛かりましたけども、この堺区において維新の会西林候補大変苦戦しております。堺区においてはね、大体ダブルスコアで負けてるらしいです。まあ、この原因は一つに堺区民の皆さんに僕が嫌われてしまったというところもあるんでしょうね。まあ、それが一つ。そしてもう一つはね、大阪都構想について大変な誤解があるというところ、これも大きなね原因の一つだと思ってます。この大阪都構想について今堺市民の皆さん、堺区民の皆さんの大きな誤解、それはね、相手方が共産党や自民党、野望集団が今一致団結して堺がなくなる、堺の名前が消える、堺市民の税金が吸い上げられる、大阪府大阪市の借金が堺市民に押し付けられる、まあ見事なね嘘800デタラメなデマがね、まあ、どんどんはびこってますね。そこにもなんか嘘800の人がいらっしゃるのか分かりませんが、その通りやないかい。まずね皆さん、大阪都構想というものは最後、この嘘800集団がずるいのは最後住民投票で決めるということを隠してるんです。そんなやったら全然やないか、都構想なんか。あの、聞いていただかなくて結構ですか、邪魔なのでちょっとどいてください。皆さん聞いてますから、邪魔ですから。公務員の方ですか？違いますよ。おそらくの大阪市民や、大阪市民や、国民の方のような感じがします。大阪市民や、皆さん、大阪都構想はね、最後住民投票で決めるんです。ですから本当に堺市民のためにならないんであれば住民投票で否決すればいいだけの話なんです。我々住民投票があるのにね、堺市民のためにならないようなこと、そんなことやるわけないんです。初めから住民投票政権になることを分かっていて、とんでもない案を出すわけがない。堺がなくなる、堺市民の税金が吸い上げられる、大阪府大阪市の借金が堺市民に押し付けられる、もしこんなことを本気でやったらね、堺市民が皆さん住民投票で政権にするに決まってるじゃないですか。僕はこの大阪都構想について堺市民の皆さんが、この相手方が言っている嘘800のデマに不安を煽られて、なんとなく大阪都構想ってダメだよね、大阪都構想ってなんかちょっと嫌だよね、そういうふうに思った段階で判断をしたというんであればね、僕は非常に残念ですね。と言いますのは皆さん、大阪都構想というもの、これから堺市と大阪市と大阪府で協議をしていきましょうという、そういう段階なんです。今竹山さんが当選するか、この西林が当選するから大きな違いは、皆さん大阪府大阪市堺市が一緒になって話し合いをするのか、それとも話し合いすらしないのかという、そこなんですよ。僕はね、懸命なる主婦の方であれば買い物するとき、試食、まあ、あの食料品買うときね、普通は試食をすると思うんですよ。試食をして美味しければ買う、まずかったら買わない、これが賢い買い物の方法ですよ。初めからね、試食もしない段階でこれいらないなんて言ったら、実は本当はものすごい美味しいもので、後で損したななんてことがあると思いますよ。堺市民の皆さんやね、堺区民の皆さんは今食わず嫌いの状態なんです。要は大阪都構想についてはまだ試食もしていない、少し食べても見ない段階で自民党や共産党、民主党や社民党のこの野望集団がだんだんネガティブキャンペーンをやった、あの言葉によって不安を煽られて、もう今拒絶反応を示されて、これ非常に残念だと思います。一度大阪市や大阪府堺市と協議を始めて、大阪都構想というものがどういうものなのかを見てもらって、最後に住民投票で判断してもらう。僕はね、堺市民にそのような賢明な判断をしてもらいたいんですね。大阪府と大阪市は今協議を始めています。2年間かれこれもう議論をやってます。大体のものが出来上がりつつあります。そして来年の秋、大阪市民の皆さんに住民投票で判断してもらうんです。
今竹山さんが当選すれば大阪府大阪市堺市で話し合いも何もしないままでこれまで通りの堺市役所これまで通りの堺の行政のまま堺は衰退していくと思いますね。なぜ大阪都構想に我々はこれほどこだわっているのか、それはね、金持ち堺、金持ち大阪を目指しましょうということなんです。皆さんの暮らしを守るためには役所はその町は税収を上げなければならないんです。皆さんにあれやるこれやると言ってもお金がなかったら何にもできないんです。堺はね、この辺りは綺麗な街並みですけど残念なことに人や企業が今どんどん逃げ出してます。堺大阪よりマシや。堺はね、税収がどんどん下がってます。ところが大阪市内は客観的な数字として景気が回復しつつあります。勢いを取り戻しつつあるんです。その町の魅力があるかどうかはね、土地の値段で分かるんです。土地の値段、土地の値段が上がるということは要は町に魅力がある、人が集まってくる、企業が集まってくるから土地の値段が上がってくるんです。大阪市内今全国の中でもナンバーワン、土地の値段の上昇率がナンバーワンになっているということは今大阪市内人や企業がどんどん集まってきている状態なんですよ。皆さん、大和川を越えて北と南でこんなに差があるのはおかしいんです。大阪市内は土地の値段がどんどん上がっている、ところがこの堺は土地の値段がどんどん下がっているんです。大阪府内全体では土地の値段が上がって東京よりもね、土地の値段の上がり方東京よりも上なんですよ今大阪は。そんな大阪の中でこの堺だけが土地の値段全く上がる気配なしなんです。これは堺が人から企業からそっぽを向かれているということなんです。なんで大和川の北と南でこんな差になってしまったんでしょう。それはね、理由あるんです。大きな大きなはっきりした理由があります。それは大阪市内今皆さんね、僕と松井知事、まあ一緒に並んでテレビに出る姿もう飽きられてるかも分かりません。大阪府と大阪市は今一体となって政策を進めているんです。梅北、あべのハルカス、大阪城周辺、大阪湾の沿岸部、御堂筋周辺、これ全部ね今大阪府と大阪市が一体となって強力に政策を進めています。梅田、あの梅北なんかもね、今までは大阪市役所だけの仕事だったんです。大阪市役所だけでお金はありませんから今まで計画は進まなかった。しかし僕と松井知事が両方のトップになって2人でやっていこうって決めてですよ、今まで大阪市役所が抱え込んでいた土地だったんですけど、それは大阪府と一緒に金出し合って進めていこうって決めたんです。そうしたらトントン拍子の話が進んで今年度中に計画がもうできます。大阪府庁、大阪市役所、力を合わせればできるんですね。それぞれ単独でやってたらお金がないから進まない、2つの役所が力を合わせば進む、こんなことはいくらでもあるんです。天王寺の踊り、天王寺公園のリニューアル、アベノハルカスの前のね、阪海電車 の駅見てください。昔のあのアベノの駅とえらい違いになりますよ。もうあそこの阪海電車の鉄道のところで芝生引いてね、歩道は広げてあそこにカフェが出るよう、それぐらい街並みを変えていく、こういうことも大阪府と大阪市が強力に進めています。今年の冬、御堂筋イルミネーション、中之島光のルネサンス、これに加えて大阪城でもイルミネーションイベントをやる。そうするとね、民間企業がどんどん入ってきて梅田、難波、阿倍野でイルミネーションイベントが大阪市内で全部に広がったんです。これも大阪府大阪市が一緒になってやってるからできるんです。観光客はどんどん来ます。大阪城の天守閣、観光客はどんどん増えてる。なぜかといえば大阪府と大阪市で観光局というのを作ったんです。ここに民間人の局長を置いて今どんどん外国人観光客を呼び寄せています。皆さん、これらの話に堺は全く入ってきておりません。それで堺が孤立していたら堺に魅力がなくなるのは当たり前です。大阪市役所でもできない、大阪市役所だけではできない仕事を
大阪府省と一緒にタッグを組んで強力に進める。そのことによって大阪市内の魅力が高まり、大阪市内の土地の値段が上がってるんです。堺の皆さんはこれからも堺単独主義、孤立主義でいくんでしょうか、それとも大阪府と大阪市と手を取り合って一つの大阪、ワン大阪で強力に堺を、金持ち堺に変えていくんでしょう。どちらかの選択が迫られているのが今回の選挙なんです。もう一つ言わさせてもらいますと、大阪市内外国人や国内のね、優秀な労働者に集まってもらう経済特区を作ります。これは御堂筋周辺部に作るんです。医療特区というものも作ります。世界最高水準のね、医療機関をどんどん呼び込むような、そんな特別なエリアを作ります。これも大阪府と大阪市が手を取り合ってるからできるんです。ところがこんな話、何にも堺入ってきてくれない。堺は今までのやり方でやっていく、堺市役所で何でもやっていく、それが竹山さんのやり方。しかし我々は大阪府庁、大阪市役所、堺市役所が一つになって堺を金持ちにする、大阪全体の発展を目指す、これがワン大阪、一つの大阪の構想なんですよ。これをやろうとしたらね、まあ相手方が堺がなくなるだろう、借金を負わされるだろう、死の子のいろんなことを言いますけど、なんで相手方がそんだけ嫌がるか知ってますか。なぜ大阪都構想、一つのこの大阪、自民党や共産党、民主党、社民党、みんな嫌がるか分かりますか。それはね、単純なことなんです。大阪都構想をやると堺がなくなるんじゃないんです。なくなるのは堺市役所がなくなるんですよ。大阪都構想をやると大阪がなくなるんじゃないんです。大阪市役所がなくなるんです。これはね、皆さんよくここを聞いてください。ここをね、相手方がうまく騙して堺市民の皆さんの不安を煽ってるんです。大阪都構想というものは役所の大改革、今まで市役所がやってた仕事を区役所でやらせるということなんです。区役所はとにかく働いていません。大阪の区役所も堺の区役所も、住民票の受付、戸籍の受付、印鑑証明書の発行、こんなスカスカの区役所じゃダメなんです。東京の区役所を見てください。新宿区、渋谷区、世田谷区、中央区、千代田区、まあこれらの区役所、東京23区の区役所、市役所と同じだけの仕事をやるんです。ですからね、今から70年前、1943年までは東京にも実は東京市役所があったんです。今から70年前は東京市役所っていうのがあったんですよ。ところが70年前、東京市役所邪魔だよねと、いらないよねとなったんです。区役所で全部仕事させれば市役所なんかいらないよねとなった。そこで70年前、東京は東京市役所をなくして、東京府と東京市を合わせて東京都庁を作ったんです。そして今まで市役所がやってた仕事は全部区役所でやらしたんです。これが東京23区なんです。だから皆さん、東京市役所がなくなってですよ、東京都民が東京がなくなった、東京がなくなったって言ってますか。誰一人言ってませんよ。東京市役所がなくなっただけで東京なんかなくなっていません。東京の祭りや伝統や文化なくなってませんよ。東京の歴史や伝統未だに続いてます。東京の昔ながらの浅草だったり月島だったり、昔ながらの地名全部残ってますよ。東京市役所の仕事を区役所に仕事を移しただけ、そして市役所がいらなくなった分、これを区庁に全部集めて東京都庁を作ったんです。強力な役所を作ったんです、東京都庁という。だから東京はね、オリンピックを呼ぶこともできた。大阪市役所ではオリンピック呼べなかったんです。2008年オリンピックを呼ぼうとしたら惨敗でした。大阪市役所力がなかった。堺市役所でオリンピック呼べますか。1000年経っても無理ですよ、堺市役所だけでは。でもね、大阪府庁と大阪市役所と堺市役所、この3つの巨大な役所を一つに束ねて新しく大阪都庁を作れば、オリンピックの一つでも呼べるような、
そんな強力な大阪都庁ができるんです。これがワン大阪、一つの大阪なんです。先ほども言いました、大阪府庁と大阪市役所、松井知事と僕が一緒にタッグを組むだけで、大阪市内の景気がどん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 蘇ってきた。大阪市内に人の企業が集まり始めた。そうであればね、堺市役所にも入ってもらえれば、必ず堺は金持ち堺になる。もっと言えば大阪が金持ち大阪になると僕は信じてます。東京23区はなぜ強いのか、なぜ東京が強いのか、これは東京23区で一つ、東京23区で一体となってるからです。東京はワン東京、一つの東京になってるから強いんです。皆さん、東京23区のうち世田谷区は89万人なんです。堺市は84万人ということはですよ、堺だけでやっていくという話を東京に置き換えれば、世田谷区だけでやっていくなんていう、そんなバカな話になってるんです。世田谷区のことは世田谷でやればいい。しかし世田谷の発展は東京23区が一つにならないと世田谷の発展もないんです。なぜ世田谷に人やいろんな人たちが集まり景気が良くなるのか、それは東京23区で一つになって全体の景気がいいから、世田谷の景気もいいんです。堺84万人都市でどれだけ決まっても外国人観光客を数十万人集めるなんてことはできません。企業を呼び込むことだって堺市役所だけでは無理なんです。シャープが来たのも大阪府庁が150億円の補助金を打ったからです。堺市役所だけでシャープなんか来ませんでしたよ。だから皆さん、地域のことは堺のことはこれから区役所でしっかりやっていく。地域の名前も残るし、地域のことは地域で決めていく、堺のことは堺で決めていく、いいじゃないですか、これから区役所でやれば。でも堺を金持ち堺にする、大阪を金持ち大阪にするんであれば、大阪府庁、大阪市役所、堺市役所が一体となって協力のワン大阪、一つの大阪では物事を進めないと、それは金持ち大阪にはなりませんよ。この大阪のこと今説明したように、堺市役所、大阪市役所がなくなるもんですから、大阪市長、堺市長もいらないんです。僕は大阪市長ですけど、大阪市長は大阪には不必要です。だから僕は最後の大阪市長になりたいと思ってます。大阪市議会、堺市議会もいりません。そして今まで市役所と、まあつぶんでいろんなことをやってた利権団体、もういりません。これからはね、そんな利権団体やら何やらは全部清算して、新しい大阪を作っていくということが重要なんです。だから見てください、今回我々の敵方、相手方についている人たちがどういう人たちなのか、自民党、民主党、社民党、共産党、政策の一致なんてあったもんじゃない。彼らは堺市役所を残したいだけ。なぜか、議員の身分を失いたくないからです。相手方についている応援団、さまざまな業界団体、自治会の会長、今の堺市役所のままの方が楽に補助金をもらえるからいいんです。結局今のままの方がいいというのが相手方に全部ついた。僕はこの堺を金持ち堺にして、金持ち大阪にして、税収を上げる、税収を上げてから暮らしを守るために、皆さんのためにさまざま医療、福祉、教育にお金を使う、そんな大阪にしていきたいんです。北と南ではえらい違いでね、大阪市も確かに昔は貧乏だったんですけど、それでも堺ほど貧乏じゃありません。ちょっと言わさせてもらうと、国民保険料と水道料金、えらい堺高いらしいですね。お、水道料金はなんか大阪市の倍なんですね。大体ね、堺市って皆さん大人しすぎる。なんで大阪市と比較しないんですか。ちょっと今日若いお母さんもいらっしゃるので、ちょっと一言言わさせてもらいます。自慢をさせてもらいます。公立中学校の給食をやってないのは堺だけですよ。これお金ないから堺で公立中学校の給食できないんです。大阪市はもう実行してもうやり始めてます。それからこのクソ暑い中、小学生中学生あんなの学校で勉強なんかできません。みんな伸びてます。大阪市は
全校、小学校、中学校の全校にクーラーの設置を決めまして、2年後に全校でクーラーが設置されます。これ200億円かかるんですけど、金があるからできるんです。それから小学校1年から英語教育やり始めます。小中一貫校を4校作る予定です。 iPad、 あのキーボードのないコンピューター、あれを小学生、中学生全部配ってデジタル教科書で授業をやる予定です。それから中学校の1年生、2年生、3年生、これから塾代助成、やっぱり塾に行くかどうかで学力の、ね、格差が出てくるんで、お金がなくても塾に行かそうという思いでね、中学校1年生、2年生、3年生全生徒、まあ、お金持ちのところは別ですけど、月に1万円塾代、習い事の助成をやります。これだけで35億円、これもお金があるからできるんです。今言ったこと、社会では一切できておりません。なぜかといえば貧乏社会だからですよ。ですからね、皆さん、社会をもっと金持ちにしましょうよ。大阪をもっと金持ちにしましょう。そのためには東京23区のように大阪が一つになって力を発揮しなきゃいけないんです。僕はね、竹山市長に話し合いをしましょう、協議会を開いて一緒にテーブルを囲みましょうと言ったのに、竹山さんはこの4年間全く応じてくれませんでした。だから今回西林を立候補させたんです。皆さんに判断していただきたいのは、これからも社会は孤立して自分たちだけでやっていくんですか、本当に堺市だけでやっていけるんですか、それとも大阪市、堺市と、もうこの枠を取っ払って、ワン大阪、一つの大阪でやっていくのか、どちらかを選んでいただきたいんです。そしてね、ワン大阪、一つの大阪、僕らの考えが正しいかどうかは、最後、住民投票で決めてください。本当に良くなければ、住民投票でペケにしてください。僕は本当に悔しいのはね、今の段階で相手方のデマ、まあ、先ほどもわわわわ言ってた人いましたけどね、税金が上がるとか、まあ、増税になるとか、社会がなくなるとか、社会が消えるとか、あんなことを発表するのデマだね。初めから大阪都構想、嫌だ嫌だ、協議すらしないっていうこと、これが残念で仕方ありません。ぜひ皆さん、これからの4年間、社会は孤立させないでください。大阪府知事、堺市長、大阪市長、3人並んで政治をやるなんて、今までの大阪では考えられなかったことです。そんなダイナミックなね、新しい大阪の政治をやるためにも、今回は西林を当選させてください。この堺区ではね、非常に今不利です。負けております。でも皆さんが5票10票集めてくださると、まだまだ勝てるチャンスがあるんです。この堺区においては、今の立場を守っていきたいという人、いわゆる保守的な人が非常に多い。でも今のやり方のまんまで堺に変化はないし、堺に成長はない。5年や10年振り返って、今のやり方のまんまでは今までの5年や10年と同じことの繰り返しです。ですから最後の切り札として、このワン大阪、一つの大阪、大阪府知事、大阪市長、堺市長が常に一体となって強力に金持ち堺を目指す、強力に金持ち大阪を目指す、そんなね、ダイナミックな政治をやらさせてもらいたいんです。そのためには西林氏をどうか当選させてください。竹山さんのままでいけば、僕と松井知事はどんどん一体としてワン大阪でやりますが、竹山さんは一人で孤立化してやっていく、堺の殻に閉じこもっていく、どちらがいいのか明白です。これから選ぶべき道は、ワン大阪、一つの大阪、880万人大都市大阪、経済規模にして40兆円、オランダ一国並みですよ。これだけの大阪が一つになればね、必ずや東京にも負けないような人や企業を呼び込める金持ち大阪、金持ち大阪になれると思っています。どうか西林を当選させてください。本当に長時間ありがとうございました。でも今完全に負けてますので、あとは皆さんにね、5票を集めてください。あの皆さん、あの今日集まりいただいた皆さんが5名に声をかけていただいたらね、5倍に膨らむんですね。そして皆さんね、5名に声をかけていただくときに、あなたも5名に声かけてねって言うと25倍に膨らむんですよ。そしてまずその5名が5名に声をかけていただくと125倍に膨らみます。まあ今日200名ぐらいの方が集まっていただきました。125名、125倍になるとね、もう2000名近くになりますね。このように5倍、5倍、5倍と増やしていく。これをネズミ講作戦と言いましてね、あと4日しかありませんから、
どうか我々で組織がありませんので、あなたも5名に声かけてね、あなたも5名に声かけてね、できる限り多くの票を西林市に集めてください。新しい大阪を、ワン大阪をどうか目指していきましょう。そして最後は住民投票で決めてください。決して堺市民の不利益になるようなことはしません。堺はなくならない、税金は吸い上げられない、借金は押し付けられませんよ。そんなことやったら住民投票でペケになるんですか。必ず堺市民のためになる和大阪、一つの大阪、それを2年後に示します。そして皆さんに最後住民投票で決めていただきます。そのためには西林氏を当選させてください。竹山さんの番までは今の堺の番まで、どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。頑張って、こんな握手させてもらいたかったんですが、喋りすぎちゃって、次ソフィア堺に行かなきゃいけないので、ちょっとこのまま行かさせてもらいます。ごめんなさい。